こんにちはまあ日本の国債まあ非常にたまってきてね1,000兆円を超えて財政破綻するんじゃないかなってことを言う人がいるんですけどもこれは今までねずっと信じられてきたことだったんですけども現実はそうじゃないってことがだいぶ前から分かってきましたねまあ別に MMT を論ずるわけではないんですが現実としてはどういうことなのかってことをシンプルに申し上げますと国債を発行してその国債が買われなくなっちゃう現実が迫ってきてるから それが破綻だとということなんですすよ。国債が買われないわれいけででからね。でも実際国債ってどういうふうに消化されるかっていうことを考えてる時に財務省が考えてるのはね国債を発行をどん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 していっても民間のお金これがね1,500兆円ぐらいしかないから今1,000兆円国債発行して残り500兆円しか余剰資金がないあと500兆円分国債を発行したらそこでストップして 国国内での償還が不可能にななっちゃゃうじゃないかだから金利が上がっていくよインフレーションになるよってことを言ってるんですけども今回ね西田昌司さんのずっと言ってたことを今度リンクつけておきますけども今回はねほ、うんと麻生財務大臣にもなかなかねうな、ん、らせなかった言わせなかったことを今回ね鈴木財務大臣に言わせてますねはい見ていただきたいと思いますそして先ほどどのの話の続きですけども 国債発行を1000兆円、1500兆円、2000兆円、例えばしますよね。民間の預金は1500兆円なんで、民間の購入限界は1500兆円なんですよ。でも実際はですね、今国債を誰が買ってるかっていうと民間じゃないんですよ。日銀が買ってるんですよ。日銀が信用創造で100兆円必要だったら100兆円を銀行口座にバーって書いてですね、万年筆で。タッピングで。 書いて、はい、100兆円できましたって言って、その100兆円で国債を買ってるんですよだから、いくらね国債を200兆円、500兆円1000兆円発行してもそのまんま民間ではなくて限界,限界のある民間じゃなくて限界のない日銀が買うんですよね銀行が買うんですよね、国債だから、いくらでも国債は発行できますでもここで話をね、終わっていたら いや、いくらでも発行できるんだったら5000兆円、お前、国債買えよ、みたいなことを言い出す人がいるんですよ。こういう、ちょっとね、愚かな人はちょっと置いといてですね。もう一歩言えば、無限に国債を発行できるけども、無限に国債を発行したところで、それを消化する消費者の方に限界があるでしょ、と。だって、日本の人口は1億2000万人しかいなくてね、みんなで毎日毎日、じゃあ10億円の買い物ができますかって言ったら不可能ですよね。 世の中に商品とかサービスが枯渇しちゃいますよ。そのバランスも考えたら、大体、インフレターゲット2%ぐらいがちょうどじゃないか、3%、4%ぐらいで、すでに私たち消費者はね、お金をいくら分配されても、もう欲しいものがありませんと。リゾートマンションも、島も、それから火星の土地もね、いりませんよっていうところになっちゃうんですよ。まあ、せいぜい私たちが欲しがるものって、毎日の衣食住と、 たまのレジャーと、まあ、住まいと家族を養うだけの余剰資金ぐらいじゃないですかそんなねじゃあ100兆円200兆円もらったとしてね生涯で使い切れますかってことなんですよ私たちが生涯に使い切れないようなお金もらってもしょうがないんでせいぜい私たちが使える金額っていうのは背伸びしても生涯で10億円ぐらいですよって考えたら5,000兆円の国債発行みたいなねことがもうどこの世界の話してるんですかって話ですよ 供給力に理論上の限界はないけども、現実の限界はあるってことなんですよね。まあそのことをすごく学ばせてもらった数年だったかなと。今回の動画、西田昌司さんの決定版になってますね。ご覧いただきたいと思います。いってらっしゃい。